どうもこんばんは、レコヒロシです、大変ご無沙汰しております、本日は2017年の5月3日、ゴールデンウィーク、まあ世間一般にゴールデンウィークの初日というところ、僕は、4月29日から、5月7日まで、9連休をいただいておりましたが、28日、平日ですね、ゴールデンウィーク前日の、朝仕事に行く途中にぎっくり腰を発症し、そこから丸々5日間寝込みまして、なんとか少し歩けるようになったので、帰ってきてこちらイケメン。どうも、谷大谷でーす。校内です。はい。はい、今日は、はい、あの常夜灯、つまり夜にライトがあるのね、はい。なぜ魚が釣れるのかということを説明したいと思います。はいはい、でまずライトがつくとね、はい、海の中にあるプランクトンがこう浮いてくるわけです、ね。ああ、なるほどね。でその浮いてきたプランクトンに小魚が群がるわけです、ね。はいはいはい、はい、で食べようと思って。はい、でそれにさらにその小魚を、まあ、ベイトって言うんですけども、はいはい、そのベイトを食べようと少し大きめの魚が寄ってきて、はい、食べに来るので常夜灯の周りには魚が集まる。なるほどね。ああいうストラクチャーとかそれによってできたシェードとかの間に。おるわけやね。はい、で、基本的にアジとかメバルっていうのが常夜灯とか光が好きなので集まってくるんですけど、はいはい、アジは主に明るい方向に釣れるみたいで、メバルはその常夜灯と、はい、例えばこの今回というこの岸際から影ができるじゃないですか。はいはい、シェードね、シェード、そうです、シェード、その影の間ぐらいがメバルが好きなポイントらしいので、そこを通してあげると釣れる、はい、ということが言われてる。なるほどね。ということで今日は上映と交差でした。はい、どうもこんばんは、デコヒロシです。後ろでも実況をしています。和田漁港に移動しました。あれから全然釣果がなくてですね、でやっと今あげましたカサゴ、まあガシラ、アラカブとも言いますがの釣果のですね、はい、引き続き大きいの狙います。はい、我々今まで先ほどのガシラ1匹ずつしかほぼ釣果がない状態ですが、そこから2時間3時間やって何も釣れずで、ここ最後？まあそうですね、最終ポイント、最終というか、まあもう今日のメインね。今日のメイン、ここは何港ですか？ここは何港というんですか、なんか渡船場とか漁船が止まってるただの港。なるほど。はい、なので名前とか。ああ、ここは何が釣れますか？僕はもうメバル。メバルですか？でっかい頭。はい、じゃあ狙いましょう。ユウマヅメです。これで釣れなかったらかなり厳しい。はい、よし、行きましょう。行きましょう。これが常夜灯です。はい、この下で大体常夜灯が突き出してから聞き出すまで大体30分から1時間かかる。おー、なるほど。はい、で今ちょうど満潮なので、はい、魚はどっちかというとあんま食い気がない状態ですね。どういうタックルで釣るんですか？はい、もう本当に細い糸、ナイロン、これはね、何号なんでしょう。でも 2LB らしいです。 2LB 分からん。ナイロン、ナイロン、あ、まあ、フロロカーボンというやつです。フロロカーボンですね。はい、なるほど。そしてそこにつけまして、はい、そこにつけまして、ね、そう、ちゃんちゃん待つ、うん、またそこに着いたらちょっと巻く、はい、ちょんちょん待つ、はい、何秒ぐらい？そこに着くまでです。あ、で糸のテンションが緩くなるので、それでまたちょっと巻くとか、まあたまにこうゆっくりこう巻く、ただ巻き。なるほどね。じゃあコツコツっていうあたりがあるので、うん、それに合わせると。わかりました、はい、やってみましょう。ボトニックヒット。めっちゃ走る、めっちゃ走る。マジでマジでマジで、うわすげえ、めっちゃドラグ出てるやん。やばい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 。おおおお、え、どれどれ、うわ、ああちょっと、あでも大きい。いいね、めっちゃでかいやろ。あ、でかいわ。はい、ガシラー、おいえ、素晴らしい、来たー。はい、完璧。いいなー。はい、谷くん。はい、君前回ここで、あの子ではないにしろ、この猫に、猫に頭持ってかれたんですね。落とした瞬間持っていかれました。そういう街です。はい、彼はそういう街です。楽しまっとるわ、ほんますごいな。じゃあ釣ってあげよう。はい、今鱗取り。はい、鱗取りです。
でもう内臓先に取っちゃってます。おお、なかなかグロいな。なかなかグロいんですよね。動くのこれ？まだまだ動いてますね。えぐいな。はい、生命力痛いですね。でこれをこれは刺身作れたら作ってみたけど、ちょっと衛生的にどうなのかというところがあるので、やっぱり焼いた方がいいかもしれないですね。そうね。そう、全部どうしたいな。全部味噌汁にぶち込むっていうのもありなんですけれども、うんうん、はい。いいね。でまあそっちも下ごしらえは終了しているので、うん、あと水。僕はちょっと追加の食材を買いますね。釣りますね。まだまだちょっとサバ量がね足りないんでね、晩飯としては、ね。絶対的に足りないですね。はい。このままでは飢え死にしてしまいます。はい。ほんまに腹減った。絶対お前その腹減った。う、釣るわ。釣りましょうか。水かけるわ。水かけてください。はい、どうもこんばんは、デコヒロシです。あれからずっとやってますが点でダメです。まあしかし大谷くんが今先ほど釣り上げた大きめの頭と、さっき1匹ずつ釣った小さい頭を味噌汁にしてくれています。そして、そこを通りかかった屋台でラーメンを買いました。豚骨とこれは味噌です。うん、なるほど。汁物を2つ食べたいと思いますが、あ、味噌汁、これの出来はどうですか？とりあえず醤油と出汁を入れて煮込んでるんですけど、味噌はまだね。味噌まだです。どうも。はい、こんな感じ。はい、タニタ、はい、タニ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 タの味噌です。はい、タニ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 タの味噌汁を作っていきます。味噌をぶち込むだけ。そう、量分からんねんけど、もうなんかあれって、おあれやろ、濃かったらうまいね。そう、濃かったらうまい。味は、味はね、そうですか、ね、塩水が飲みたいからその後普通の水飲みたい。そうやね。最初濃いもの食っといて後で浄化するっていう、うん、僕らデブの発想ですけど、ね、やばいよな。これから味噌汁作る言うてんのに味噌ラーメン一番その中でうまそうなものって、あとあの外れないものっていうのを選んだつもりです。味が濃いものよ、とりあえず。そうです、味濃かったらうまいんで、とりあえずこんなもんでいいかな。結構入れたけど、ちょっと入れてもいいんちゃう？マジで、うん、とりあえずこれで味見して、うん、まあまあ、薄いようにしたら、うん、多少入れましょう。これ入れてもいい。あ、そうやな、これ入れてもいいし、豚骨感も足せるし。ラーメンうまっ。いや、ないな。うまそうですね。うまそうやないの、うん、お、身がほぐれてるやないの。身がよいしょ、溶け、はい、はい、味噌汁、ガシラを切って、切って味噌と出汁の素ぶち込んだだけです。めっちゃうまそう。うん、最高、最高、外で最高。味噌の感じもちょうどですね。うん、はい、体温まるね。はい、集まってきたわ。あとは食当たりしない。そうね、まあ火は十分通ってると思うよ。結構でもね、身本当に美味しいんですよね。美味しい、うん、最高や。おい、こんばんは、デコヒロシです。締めです。はい、見えますでしょうか、浜の湯さん。12時まで営業している銭湯が見つかったので、釣りを終え、お風呂に入りました。僕は今回釣ったのは昼間の頭一匹でした。こんなんでしたね。まあ彼はその後ちっこいツケのメバルとか、あとなんかちっこいアジとか釣ってました。いいね。今日釣った何匹？まあ、一応4匹。4ね。数え、あの、持って、お持ち帰りとか。なるほどね。ということで、うん、まああの腰痛、兆候は若狭湾腰痛兆候は2017ゴールデンウィーク編、以上となります。月が綺麗ですね。あ、これが月です。これが月。